マルシェ株式会社は、日本の外食チェーンストアの一つ。ヤツルギツタイ、スイコデン、巨神デンなどのブランドで居酒屋を全国展開している。マルシェグループの中核企業。ヤツルギデ茨城駅前店展開している、店舗ブランド。スイコデン上野東口店店舗数2020年7月、ヤツルギツタイ JR。 岸部駅前店の元店長とアルバイト店員の男が女性客二人を泥酔させて性的暴行を加えたとして逮捕、起訴されていたことが判明した。加害者の元従業員らは同年1月他の客がいなくなった後に女性客二人に酒を大量に飲ませて意識を失うなどさせ性的暴行を加えてカメラ付き携帯電話で動画や写真を撮影していた。 従業員らは、事件後に退職し、同店は7月1日に閉店した。ヤツルギツタイの運営会社、マルシェは、被害者の方にお詫び申し上げます。再発防止を徹底します。と、ホームページ上にコメントを出した。期末店舗数居酒屋チェーン、ヤツルギツタイ店長と、店員女性客2人を酔わせて乱暴したとして、逮捕。 基礎ヤフーニュース2020年7月2日水湖殿に関するカテゴリー。ありがとうございます。